山田養蜂場の蜂蜜舐めてません。今回の舐めていないさんは山田養蜂場健康科学研究所の奥村さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のテーマはこちら、山田養蜂場の若返り研究。若返り研究？なんかちょっとそれ本当に大丈夫なの？怪しくない？はい、大丈夫です。ちょっと鼻で笑われてるんだけど。舐めてません。山田養蜂場のお客様からはこんな声がたくさん寄せられているの。いつも10歳若く見られちゃうんです。10歳若く見えるってすごくない？それくらい肌が綺麗な人が多いってことだよ。すごいね。これは一体なぜなんだ？山田養蜂場が総力を挙げてその原因を探った結果、若く見られるお客様は皆さん長年ロイヤルゼリーを飲み続けているということが分かったんです。そこで山田社長は、絶対ロイヤルゼリーが肌を綺麗にしている、その理由をしらみつぶしに調べろ。出た、しらみつぶしって絶対大変じゃん。もうこんちゃん社長の無茶ぶり聞くのこれで3億回目だよ。でさ、ロイヤルゼリーの何がお肌にいいか分かったの？はい、研究を重ねて分かったことは、ロイヤルゼリーを飲むと幹細胞を活性化させるってことなんです。ほー、さらっとニューワード出たんだけど、だから最近幹細胞ってよく聞く気がするんだけど何なの？これを見てる皆さんの体も今幹細胞で動いてるんですよ。なになに、なんか急に謎キャラになっちゃって都市伝説っぽい怖さなんだけど。ポンちゃんは人間の細胞が常に入れ替わってるって知ってます？話？いや、違います。あ、違うんだ。すごいさらっと否定された。例えば1週間前の僕と今の僕では見た目は変わらないんだけど、細胞はどんどん入れ替わってるんですよ。ちょっとなんか大丈夫？奥村さん目バキバキじゃない？細胞は常に新しくなってるんです。生まれた時にあった細胞はもう体の中に残っていないんですよ。全然会話してくれないんだけど。ここで一つ疑問が湧きませんか？入れ替わるってことは元の細胞に変わる新しい細胞が必要ですよね。確かに。それが幹細胞なんです。ちょっとこれを見てください。なにまず細胞は徐々に老化して、最終的には免疫細胞という体内のパトロール隊が古くなった細胞を取り除いてしまいます。あ、この細胞がなくなっちゃったんだね。そうです、まあ、すると幹細胞がなくなった細胞に変身します。そして亡くなった細胞になり変わって、その細胞の役目を果たすんです。へー、思いっきりセンターに入ってんじゃん。あるよねこういうの、新人メンバーが急にセンター入るパターン。確かにそうですね、はい、つまりですね、元気な幹細胞がしっかりあれば、細胞が入れ替わり続けるから若さを保てると言えるんですよ。へー、なるほどね。幹細胞めっちゃ大事だね。でも幹細胞は年齢を重ねるとともに数が減って機能が衰えるので、どんどん老化が進むんです。で、そこで活躍するのが幹細胞を増やすロイヤルゼリーです。いいね奥村さん、決まったね。舐めてません。そう、研究の結果、ロイヤルゼリーは細胞の入れ替わりに必要な幹細胞を増やして活性化できるから、人が若々しい状態を保てるんじゃないかって分かってきたの。へー、奥村さんめっちゃすごい研究してるじゃん。すごーい。よっ、岡山のアインシュタイン。切れてる？いや、切れてないです。ではこのすっごい研究がどんな風に皆さんのお役に立てるのか、次回お伝えします。またねー。